まれた未来のために、あなたの夢を応援します。あなたの夢は何ですか？この放送は社会を明るくし、子どもたちの笑顔に満ちた未来を作るため、本気で夢に挑戦し続ける人を応援するものです。夢がないという人は、夢を実現させるために頑張っている人を応援するのを夢にするのはどうですか？人を応援するってこんなに楽しい。ワクワクを共有しましょう。こんばんは、ドリプラジオ4 Year Smile です。地球が夢に満ちた惑星、ドリームプラネットになる日まで、すべての人が夢とやる気に満ちた社会を作る、そして、ラジオからその応援する心を伝えていきたいというのがこのドリプラジオです。ドリームプラネットレディオステーションの略でドリプラジオ。このラジオつくばからは、7月からスタートしまして、今日が3回目になります。実際に生で聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。ネットの方でもね、皆さんにユーストリームで番外編とかも見れるように、いろいろウェブ上はやっておりますので、また2倍にも3倍にも楽しんでいただければ嬉しいです。私自身が夢に向かってずっと諦めずにやっている姿、それを、皆さんに配信したことによって、またそれを頑張ってというふうに応援いただいて、だから私も皆さんを応援したいという気持ちで、応援の連鎖がつながっていく、それがつながっていく、それが、さらに皆さんへのまた夢を応援する形になっているっていうのを今一番感じます。ドリプラジオは皆さんに支えてもらっております。だから私はさらにみんなを応援していきたいと思っています。ぜひ皆さんからもね、応援のメッセージ、出演者の方々にもいただきたく、アドレスをご紹介します。ドリプラジオは DREPRADIO DREPRADIO iCloud.com iCloud.com でお待ちしています。ドリプラジオのウェブサイトからもぜひ応援メッセージなどいただければ嬉しいです。夢に向かって頑張っている方、社会を明るくするために、子どもたちの未来が笑顔に包まれたものになるために頑張っている人を紹介しているんですが、そこに名言セラピーでおなじみの翡翠小太郎さんからのメッセージも送るという、これがドリプラジオです。あなたにも応援する気持ち、そして何かを頑張ろうと思うきっかけになれば、私自身が嬉しいです。今日は第3回目です。ぜひお付き合いください。さて、私がね、今までドリプラジオっていうのをやってきて、ネットとかを中心にやってきたところ、3年目になるんですが、その中で100日連続生放送というのをやりました。Ustream、iPhone を使って撮るっていうものをやったんですね。それで、日本全国いろんなところにみんなのこう頑張ってる姿を撮りに回った時、100日連続やるとですね、一つの100日のね、なんかマジックが分かったんですよ。毎日毎日何かをやると思って決めていくとですね、その密度がものすごいこう詰まって、ギュッて詰まってるので、必ず次の日に会う人は私のために大事なことを言ってくれる人になってるってことに気がついたら、あまり何が起きても心配がなくなるっていうんですかね。それも身につけたことで、で100日の中には四季があります。4分の1ずつ。春があって、夏があって、秋があって、冬がある。春は出だしの時はあまり考えずに毎日こうどんどん撮っていける。それで一回、あっと思って暑くなって頑張り始めた頃に、ドーンと半分前で一回ね、大ハプニングがあるんです。私の場合 iPhone で撮ってた時、iPhone 紛失しました。落としましたみたいな。突然なくなって、明日も撮るのにどうしよう。でもどうしようだけどやるしかないからっていうので、なんとか新しいの買って撮ったものの、その時にまたより大きなジャンプアップのいいことがあるんですね。半分ぐらいで一回へこんでドンと上がる。その後にまた秋になって、順番に1日ずつカウントしていって、終わりの90日から100日までの間にゴールを前にまた大きなハプニングがあるんですね。どうするみたいな、もうこんなんでこれやれないっていうことが起きるんだけど、それもなんとかまた助けてくれる人が現れて、最後に自分に今までなかったような大きな大きな手応えを、
持つことができるっていう、100日連続してギュッと詰めてやると自分にとってとってもなんかいい試練もあり、助けてくれる人が現れるっていうような不思議な体験をしましたよ。何か続けるということで、思いのほかみんなが褒めたたえてくれたのも100日やった私の成果です。ぜひ100日マジック一緒にやりたい方言ってください。その後も割とね、100日連続で自分が続けてきたことがね、4回転ぐらい今やってることがあるんですけど、その時も必ず同じことが起きますね。半分ぐらい前に大きなハプニングがあるけれど、よりいいことがあって、それでまた終わりがけに大きなことがあるけど、さらにいいことがあるという、お試しください。って言ってもなかなか試す人はいませんけど、そういえば100日連続の事業計画書をFacebook でアップするっていうのもやってみたりしましたが、みんなが褒めてくれます。そしたらまた調子に乗ってやる辰島かすみです。今週もどうぞよろしくお願いします。ではですね、皆さんにラジオをやるときに私が一番楽しみにしていたものが音楽をお届けできることなんですね。進んでいくきっかけになるパワーあふれる音楽をお送りしたいと思います。嵐でハピネス。放送上ではここで曲が入っています。ちょっと待ってください。ユーストリームではわざとちょっとこれを晒しながら見ていただいて、この後ゲストの登場でございます。はい。スタンバイができたら、ではですね、ゲストの方は、はい、この間がマーサーでした。じゃ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 ん、はい、準備よろしいでしょうか。書いてある通り、信念と情熱のアトピーセラピストです。では開けたらジングルから入れていただきます。応援してます。ドリプラジオ、応援する心を世の中に広げていくということで、今日ゲストとしてお迎えいたしましたのは、信念と情熱のアトピーセラピスト、清木のり子さんです。どうぞ。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。笛木のり子さんとか、福笛の竹編の笛に木で、はいはい、そして伊藤編の己の木で、はい、のり子さん。はい。通称、チャチャネーと呼ばれております。はい。なぜチャチャネーなんでしょうか。私たちの想像するにあたり、やっぱり長い三姉妹の、はい、ですか。そうですね、チャチャが大好きなので、チャチャでよかったんですけど、はい、友達がネーをつけてくれまして。ネーって感じなんですかね、アネゴ的な。中国の内モンゴルの植林に行った時につけていただいたニックネームで、うん、その時年下の子たちばっかりだったので、うん、はい、ネーになりました。チャチャっていうのは気性も、はい、荒いとは言いません、はい、しっかりした方のイメージがありますが。そうですね、はい、合ってる。合ってます。本当、はい。じゃあ、チャチャネーこと笛木のり子さん、アトピーセラピストというふうにね、ご紹介をさせていただくんですが、これを名付けられたことが世界のコーチングの平本さんなんですね。はい、そうなんです、うん、平本さんにいただきました、はいはい、平本さんからどんなふうに言われたんですか。え、アトピーセラピストだねって。アトピーの人を元気にする人だから。そうですね、うん、勝手に言ってましたね。本当。信号ですよね。そうですね。はい。はい、これは笛木のり子さんがこれから背負っていく名前なんだと思いますが、はい、ではアトピーっていうとね、なかなか原因が分からなくってこう困ってる方がたくさんいらっしゃるので、今笛木のり子さんがどんな風にアトピーの方々のために何をしてるかっていうのを今日はご紹介したいと思って、はい、しかも信念と情熱の人っていうのは、はい、これは一緒にいらっしゃるスタッフの方が言ってくださったんですよね、はいはい、株式会社レノアコーポレーションの代表でいらして、はい、今スタッフ何人の方がいらっしゃるんですか。7名ですね。あ、
で一本気な人だって言ってましたね。そうですね。はい、はい、それでどんな風に今何をされてるんでしょうか。実際一口で言うのはとっても難しいんですが、うん、すごいギュッとギュッと骨作りと、うん、食事療法と運動ですね、うんうん、することが、はい、あのこうアトピーの皆さんにはいいんじゃないかということで今取り組んでる。そうですね、はい、うん、実際にどれくらいの方がいらして、はいはい、平木さんの前でどんな風に皆さんが、ね、笑顔になっていってらっしゃるんですかね。あの皮膚トラブルのお仕事について30年なんですよ、うん、でその仕事しかしたことがないんですよね、うん、でその中でアトピー一筋になって20年なんですよ、うん、でそのアトピー一筋になった理由は自分と息子がアトピーを体験して、うん、それを自然の力を借りて、うん、食事の力を借りて、うん、あのよくしていったんですね、うん、そしてある方がそれを出版してくださったんです、うん、そしたらあの全国から皆さんが集まってくださって、うん、でおよそあのきちんとした統計は取ってないんですけれども、うん、3000名ぐらいの方は見てきているんですね。いろんな噂とかこうぜひっていうふうなで相談を受けたり、それであのチャチャネーのとこに行って、はい、よくもらうお菓子とか、はい、ケーキとか、はい、そこに一般で例えば砂糖とかを使わずにとかでしたっけ。そうなんです、あの白い砂糖がかゆみのもとになるになると言われているということも、はい、うんうん、でそういうのを使わずに作るお菓子とかを、はい、みんなに食べてもらってる。そうです、物理的にできるもんなんですか。板前が私と20年の付き合いで、うん、で最初すごく美味しくないものを作るんですよね。やっぱりお砂糖が入ってなくて、ね、卵が入ってなくて、そうそう、乳製品を使えないので、うん、っていう場合はね、はい、うんうん、で10年ぐらいですかね、うん、あの出してくる作品を、うん、いつもいつも私はまずいまずい、うん、歯が欠ける硬いとか、うん、夢がないとかで返してたんですけど、うんうん、すごく彼は悩んで、で今はもう本当に職人芸だなと思うんですけど、神がかり的なものを作ってくると思います。何かで甘みを出すわけでしょ。じゃあ、あでもそれは天才糖とか、うん、天才糖、うん、あとあの天才糖って何、天才の初めて聞いた単語だった。砂糖大根、あ、うん、そういう、うん、そうですね、大根から取る甘みとか。それそういうんですか。そうです。どんな自覚ですかって。天才じゃなくて、天才糖ってあの普通にナチュラルハウスとかに売ってますよ。すいません。天才糖、はい、はい、あとあの米飴、うんうん、でお米から取る飴、うんうん、あそういうのから、はい、とか我が社の独特の玄米甘酒、はあ、はい、うん、あのこれはものすごく甘いんですけれども、お砂糖は一滴も入ってないので、そういうもので甘みを取るので、しっかり甘いケーキを作ります。へえ、じゃあ板前さんもさぞ苦労されて。そうなんです、ね、美味しくないとかって言われてるのをめげずに頑張って。そうなんです。じゃあ今はね、そうやって本当にあの自然素材を使って美味しいものを食べることもできる人たちも周りにいるってことですよね。そうです、うん、それでもともとチャチャネーがこういう世界に入ろうと思ったきっかけっていうと何だったんですか。はい、あの母が洋裁師で、うん、お弟子さんがたくさんいました、うん、でそのお弟子さんたちはちょうどこう若いあの本当にキラキラした憧れるお姉ちゃんたちを私は保育園の頃から見てて、うんうん、で女の人ってこんなにこうおしゃれすると綺麗になるんだなっていう環境の中で育ったんですね、うん、で自分も大きくなったらおしゃれして可愛くなろう、女性は綺麗なものだっていうのが小さい頃からこう思ってきたんですよね、うん、で、そのまま母のこう影響を受けて洋裁学校に行ったら、なんとその短大では私は洋裁は向かないなってことに気づいてしまって、うん、短大卒業してすぐにエステシャンになったんです。おーおー、やっぱりこう女性をきれいにしたい、自分もきれいになりたいっていう職業を選んだんですね。で今は転職って言われるんですけど、エステの時代は、まあ、長くはないんですけれども、うん、その中で皮膚トラブルがやっぱりなんかすごくこう興味を惹かれるというか、大好きで。エステっていうといくつかこう部門があるんですよね、はい、はい、うん、送信
痩せるとか、はい、脱毛とか、うん、脱毛、はいはい、はい、それが花形だったんですね、うんうん、でどちらかというと何年前ぐらいですかね、ですね、30年前です、はい、まだ世の中でエステっていうのは、はい、なかなか出てなかった、走りの頃、はい、そうですね、あ、すごい、うん、カタカナの商売をやるのかって父が言いましたので、はあ、そうか、エステって、はい、はい、うんうん、まさかキャバレーじゃないよなとも言われましたのでカタカナの商売、いろんなカタカナありますけどね、はい、アナウンサーもカタカナですよ、そうですねでもそういう時代だったと、そうです、その中でやって、はい、じゃあもう一つの、三つ部門があるんですよ、美顔フェイシャルですね、はい、美顔は、まあ、あまり人気がなかったうんうん、こうエステの中でも隅に追いやられてる、うん、一番稼げない部門だったんですよ、ね、うん、でもそこで頑張ろうと思ったのは、頑張ろうっていうよりそれしか興味が湧かなかったんですよ、なんだろう、なんでしょう、なんかすごくおしゃれをしていても、うん、ニキビ跡だらけだったりシミだらけだと、うん、なんかその人のおしゃれが半減する感じがしませんか、そのお母さんな、要塞のお仕事されてから、うん、おしゃれな人たちも集まってきてるし、うん、そこでいう女性の一つのなんか、うん、なんて美しくあってほしいっていう理想像ってことですかね、そうですね、あ、すっぴんのまま綺麗な理想、うん、その通りですよ、うん、はい、うん、そういうのを思って住んでった時に、はいはい、実際の皮膚トラブルの人に遭遇して、そうです、でエステ時代はやっぱりシミとかニキビとか、うん、そういうのを手がけてましたけれども、うん、3年経った時に衝撃的なそのアトピーさんと出会って、うん、その人の皮膚を見た時に私の中に雷が落ちた、はあ、雷が落ちたっていうのはなかなか言わない表現ですね、あ、そうですかひらめいたとかだけど、どんと頑張れっていうか激震だったんですよ、はあ、すごい、うん、もうなんか原爆にあったのかなっていう感じの方だったんですよ、まあ、その痛々しさって意味で、そうです、その方がまたモデルさんだったので、うんうんうん、その結局彼女はモデル業を捨てることになるんですけれども、うんうん、エステに来られて、うん、私はもちろん新米なので、うん、そんなひどい皮膚の方に触れることもできなかったんですけど、うんうん、一緒に泣いてたんですね、うんうん、で一人だと夜こう自殺しそうだっていうので下宿先に呼んで一晩中お話をしたり、うん、まだ無知だったから牛乳を、うん、喉が渇くっていう、はい、微熱があるのでね、それをあげたりして、うん、今考えるとちょっと恥ずかしいことなんですけど、まあ、いろんな勉強が逆に必要だったっていうのも、そう、じゃあですね、ちょっとジングルを挟みまして、はい、スザネーがいろんな人に向き合っていく上でどんな人との出会いがさらにパワーアップになったかちょっと伺います。トトトトトリプラジオ、皮膚のね困っている女性に会ってチャチャネーが実際に向き合って良くしていく部分の中で、例えばなんかいろいろ頑張ろうと思う何か信念になった出会いがあったとかあるんですかね、さらになんかチャチャネーがどん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 、私をでもそういうふうに書き立てるのはお客さんですよね、あ、本当、うん、目の前にいる困った方ですよね、方のためなら頑張ろうと思う、うん、そうですね、うん、祖母が全盲だったんですよ、うん、でその人への思いは多分今もあって、うん、何もしてあげれなかったよ、うん、幼かったですからね、うんうん、でなんかこう困ってる人を見ると手を差し伸べずにはいられないっていう性分はあるなとは思ってます、うん、実際さ、そのね、さっきの女性の存在もチャチャネにとって自分がよりこう進んでいく、結果的にはその方をいい形にはできなかったんですよね、うん、でも無謀で、うん、その後結婚、私は結婚しようとした時にエステシャンを辞めて、うん、エステシャンを育てるインストラクターになったんですけど、うん、そのインストラクターにならないかって言ってくださった社長さんの会社にその子を私は連れていくんですよ、うん、一緒に雇ってくれって頼むんですね、うんうんうん、そしたらなんと許可が出て、うん、で1年間彼女を綺麗にしたいと思ってその会社で頑張るんですけど、うん、やっぱりできなくて、うん、彼女は故郷に帰って私は虚しさが残ったんですね、うんうんうん、その虚しさがバネにはなってます、うん、
それでね、その時からもう20年。20年になりますか。7年。20年。ちっちゃいこと言ってます。だ今あの悩みとか相談一言ちょっと言っていただいて、この後の翡翠さんからのメッセージを選べる時間があります。今何ですか、相談悩みありましたら。私のですか、はい、悩み相談、はい、悩み、うーん、もっと実力が欲しいですよね。では、はい、何番を選びますか。はい、ベストセラー作家の翡翠さんからのメッセージを選んでいただきます。9番です。どうぞ。今日の名言お願いします。今日の名言はですね、これはもう成功するための秘訣ですね、うん、秘訣を今授けます。はい、それはですね、伝説のバスケットマンのマイケル・ジョーダンの言葉、うん、僕は9000本以上のシュートを外した、約300試合に負けた、試合を決めるウィニングショットを任されて26回外した、私は何度も何度も失敗した、打ち止めされた、それが俺が成功した理由さ。桁の大きさに何か圧倒されますね。かっこいいですよね、うん、で僕あの3秒でハッピーになるモテ名言セラピーって恋愛論を一緒に書いたモテ男のヤス君っていう方が一緒にイベントやった時に、ヤスさん僕は今すぐ彼女が欲しいんですって質問したんです、うん、そのヤス君は彼に即答したんですよ。今すぐ10人の人に振られてください、11人目で付き合いますって言ったんですよ。あの、失敗すること、失敗することを楽しめるようになったら、うん、絶対成功します、うん、もう一回お願いします。もう一回ですか、これ長いです。はい、はい、冗談、それが俺が成功した秘訣さ。いや、それじゃあ、それじゃあちょっと上がりづらいですね。そうそう、はい、9000本以上のシュートを外した、約300試合に負けた、試合を決めるウィニングショットを任され26回外した、私は何度も何度も失敗した、打ち止めされた、それが俺が成功した理由。はい、ありがとうございます。いかがですか。いや、私座右の銘が、うん、笑わないでください。はい、何、迷ったらアクセル。ガーって。本当。だから多分いっぱい失敗してるんですよ。へえ。これ翡翠さんとなんか張り合ういいなんか余計なんか上乗せする言葉が今日生まれましたね。迷ったらこれは by 笛木のり子、はいはい、もうアトピーセラピストの笛木のり子さんをお迎えしてお送りしておりますが、迷ったらアクセルです。はいはい、だってやらないで失敗、やらないことで後悔するよりやって失敗した方が経験になるじゃないですか、うん、はい、無鉄砲なんですよ。じゃあ最後にあなたの夢は何ですか。私の夢、アトピーさんと共に、うん、明るく過ごすことかな。すべ、うん、てのアトピーさんの改善を目指したい。そのための決意は、難しいですね。そのための決意、笑っていること。わ、なんかちゃちゃねえというののなんかね、こう強さを感じましたよ。はい、これからも応援したいと思います。実際ね、あのチャチャネイの姿はまたいろんなシーンで、この後あのユーストリームの、ね、番外編などもウェブ上ではあさって水曜日8時にお送りしたいと思いますので、見ていただければと思います。今日は、信念と情熱のアトピーセラピスト笛木のり子さんをお迎えいたしまして、お話を聞かせてもらいました。あなたの夢を一緒応援しています。あなたの夢は何ですか。ドリップラジオ、お相手は橋本かすみでした。また来週。ちょっとですね、今ずっと切れてる、はい、このまま流れて、これで放送は終わりまして、はい、ありがとうございました。すごいですね、迷ったらアクセル、また流れてるんですよ、大丈夫、本当に。チャチャねえっていう、やっぱなんかね、ニュアンスが十分伝わってくる、その逆境に強いというか、負けないぞっていうか、スイッチが入るというか。私ね、後ろ向きになったことがないんですよ。羨ましい。どうやったらですか。だからね、後ろ向きの方法を知りたいんですよね。教えますよ、どれだけでも。あとほら、全部直球でしょ。だからカーブとか、どうしてお母さんも教えてくれなかったんだろうって。あ、おうおうおう、うん、直球じゃないですか。お母さんも直球だったってことですか。
母はそうなのかな、やっぱり見て育ってるから、うんうんうん、そうなのかな、環境的にねえ、うん、迷わずに、それでも幸せですよね、幸せですよね、うん、そう言われませんか、うん、あ、もういつも言われます、私、うん、一番仲のいい子が男の子なんですよ、はい、親友は男性なんですけど、うん、たこと幸せな人は見たことない。どういう意味がですか、どういう意味でしょう、はい、どう思う、うーん、なんだろう、自分の思う通りに生きてるんですよね、うん、でもそうなるまでに何かがありそうじゃないですか、うん、43歳の時まで、はい、うん、主人がいて、うん、でなんかちょっと笑うとこじゃないけど、43歳まで主人がいてって言い方が、はいはい、でなんか今の自分じゃない自分を生きてたんですよ、うん、ああ、そのご主人との間を保つ上で、はい、あので今日せっかくだから、はい、今日持ってきたのが詳しくはこの本に。セキララな。そうそうそう、これ見ていただければ、あの詳しいことが分かります。セキララな事実が、はい。そうそうそう。書かれて。はい、実際にね、チャチャネ、はい、アトピーを脱いで本当の自分に出会うっていう、チャチャネーこと笛木のり子からのメッセージ。この言葉もいいですよ。アトピーを脱いで本当の自分に出会うっていう、ね、ここに書いてあります。うん、これを話したら結構長いですね、ご主人の話はね、はいはい、23歳までそうそう、ね、結構チャチャンの中でものすごく一般でいう贅沢な毎日を送っていたけれど、 そうです、ね、それは自分の本当の姿ではなかったって言ってるわけでしょ、で、ね、で妹のがんをきっかけに、うん、私って本当に自分らしく生きてるのかなって考えるようになって、うん、それで崩壊したんです、以前の私がガラ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 って崩壊させちゃった感じ、すごいね。それをアトピーさんを見ていると、なんか衣を着てるんですよ、うん、でそれがこう皮膚が落雪していくとともに自分になっていく感じます。じゃあすぐそチャチャネがアトピーさん とこうなんか関わっていくことで同時に自分も得てるものがある。そうアトピーさんが良くなっていくっていうことは、うんうん、私が癒されていくことなんですよ、うん、だから諦めない、福島先生よく言うでしょ、うん、はい、福島正信さんというね、はい、あの、はい、私たちにも夢の大切さを教えてくださってる方です、はい、諦める理由はないんですよ、うん、わかっこいいね。迷いがない人生どうですか井上さん。一緒にいつも撮ってくださってますが、なかなか出会わないでしょ、羨ましいですよね。お客さんにも言われるんですよね。今日も言われました。あ、なんでまっすぐ生きてる人ってなかなかいないけど、うん、あ、この会社にいたとかって本当。はい、うん、ぜひじゃ あの迷ってる人に何かアドバイスを。毎日必ずやること、あ、チャチャネの一日教えてください。朝何時に起きて、はい、朝5時半に起きて、5時半に起きて犬と一緒に1時間川のほとりを散歩します、うん、はい、公園に隣接したすごい素敵なあの、あれ、はい、会社は、会社が、はい、それは会社あって、お家の近くにもそんな素敵な場所、あ、そうです、桜並木があるんですね。ああ、両方に桜並木あるんですね。そうなんです、素敵。朝5時半起きて散歩、はい、はいはい、1時間、はい、そして帰ってきて、うん、今だと汗だくなのでシャワーを浴びてから般若心経を唱えます、うん、必ず、はい、ご仏壇に手を合わせて、まあ、そので言えるっていう、はい、あと、はい、言えます、うん、で神棚に手を合わせて、うん、祝詞を読みます、うん、般若心経もあって神棚もあり、はいはいはい、両方やります、はい、でそれから人参リンゴジュースを飲んで、うん、それが朝食で、うん、そして会社に息子と一緒に出勤します、うん、はい、愛犬も連れて、はい、でそこから会社が始まります、うんうんうん、会社でも必ずやることがあるんですか？あ、それはもう、メンタリングシートを、朝礼の時に、うん、誰かのこうことを褒めるっていうシートがあるんですね、うん、それに書いて、朝礼ではみんなで褒め合う、うん、っていうことをやります、うん、みんなでやって、はい、ですごいぐっとみんなが元気に、仲間がぐっとね、はい、やる気になったところで、はいはい、で骨体操っていう、はい、骨にカルシウムがきちんと定着するっていう体操をみんなでやってリラックスして、それから一日が始まります。はあ、体操って私は今見れるんですか？
骨体操ですか？できます。できます。ちょっと簡単。え？何？親指と小指をくっつけて、で親指と小指で手を持って、でこれでブラ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 。動かすとどうなの？横に。うん。そうすると、骨に骨が微振動して、そして骨が微振動で動くとカルシウムがそこに流れていく。っていう、はいはい、カルシウムが上手につく。カルシウムって飲んだだけじゃ定着しないんですよ、骨に。はい。これをやることによって、はい、指の先までいく。そうです。というのはいろんなのがある。はい、いろんなのがあります。いろんなパターン。面白いね。面白いんです。それを朝みんなでやるんです。あ、うんうん、はい。例えばこういう一つね。はい、はい、そうです。それで実際の方々がいらして、はい、それから、はい、はい、そうお手当てをしたり、うん、それから食事療法のアドバイスをしたり、うん、食選って言って食事で作る食の処方箋を書いて、うん、次回いらっしゃるまでの宿題をやってきていただく。それは昔ながらのおばあちゃんの知恵袋です。だから薬使わないですよ。あ、そういうの大事にしてやってる。そうです。私の体の中には薬は入っていないです。なんかね、きっとね、今の時間だけじゃね、全部言えないので、ごく一部でお許しください。あとは、レーノアコーポレーション行ってください。本がいっぱい、レシピ本も、はいはい。もう一回繰り返しておきますか。アトピッコのレシピ。これは自助伝なので、アトピッコの安心ご飯っていうのが、レシピ本で出てて、それすごい楽しいと思います。ね、身近に本当に試してみて、ショートケーキとかも載ってて、すごい甘く美味しく。はい、そうです、そうです。うん、自然のものからね、にじみ出る味になって。そうです。それでなんかこう仕事終わって、はい、寝る前に必ずやることとかなんか映画を見ます。え、映画大好きで。あ、毎日。はい。本当に昨日何見たんですか？昨日は見てなくて、昨日遅かったんですよ。昨日はフィギュアスケート見に行ったので。はい、そうですか。安藤美姫の番なので。はい、はい、あ、そう、はい、遅い時は見れないですね。11時には寝ちゃうので。映画何、どういう方面の？私戦争ものが好きなんですけど、師匠に恋愛ものを見て少し頭を柔らかくしろって言われて、はい、ただ今スタッフがこういう恋愛ものを見ればいいんじゃないかって言って、うん、いろいろこう伝えてくれて、はい、おすすめの好きな恋愛ものは？おすすめの好きな恋愛ものは、ロミオとジュリエットとか？違う、ユーキャット、なんだっけ、トム・ハンクスと、うん、メグ・ライアンの、はいはい、なんだっけな、あれ出てこない。え、年だから。あ、そう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 、メールのやつ。そう、ああいうのが好き。わかりやすい感じのコミカルな感じの。そう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 、そうです。ぜひチャチャネに恋愛の映画のおすすめを教えていただいて寝る前じゃあ映画見て寝るっていう。そうですね。はい、それまた次の日っていう。そうですね。あと、ずっと玄米ご飯食べてます。あ、そこからね、自分の体調も変わったっていうのは、はい、本にも書いてありましたね。はい、はいはい、本当に太らない、本当、まあだから、まあ、健康で自分の中向き合っていくことはすごくやっぱり理想だし、まあ、それぞれがね、皆さんがチャレンジされていることがあると思うので、あくまでチャチャネの一つのね、はい、話として今日はご紹介いたしました。でもこれをきっかけに自分に向き合うこととか相談をしたいって方がいらしたらすごく嬉しいですし。そうですね、うん、すっぴんになりたい方どうぞ。で、チャチャネが今から頑張るものが一つ、個人的に言っていきましょう。ドリプラ上的にはドリームプランプレゼンテーション、はい、ドリプラの世界大会出場おめでとう。ありがとうございます。12月の世界大会で、はい、チャチャネがどんな風に、はい、今ごく一部喋っていただいたこれがキュッと詰まってプレゼンをされるか楽しみです。ありがとうございます。頑張ります。はい、本当です。今日は笛木のり子さん、チャチャネでした。ありがとうございました。ありがとうございました。チャチャネのメッセージもまたウェブサイトでお待ちしてます。また来週。来週はですね、足立みつるさんに漫画家のお名前と同じなんですが、ソングレターアーティストというので、はい、パッと聞いて音楽を人のために、一人のために作るという、はい、その方のご紹介をしたいと思います。どうもありがとうございました。チャチャネでした。ありがとうございました。また来週です。